はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはね、裏話、どうしようかなって話、ネタなんですよ。コーヒーチャンネル、メインチャンネルのネタなんですよ。以前から皆さんに松屋式ドリップってカズマックスさんやらないんですかって言われていて、まあね、一応気にはなっていたんですよ。で、ネタ帳にも入ってたし、まあいずれやりたいかなとは思ってたんだけど、昨日かな、まあ本当にやろうかなと思ってパッと思い浮かんで、まあドリッパー類とかね調べたり、まあ、2000円くらいで買えるらしいから、まあ、調べたり、入れ方もねちょいちょい調べたりしたんだけど、あのね、公式のページ松屋式コーヒーだったかな、の公式ページにやり方が書いてあって、その中でねちょっと気になった部分があったんだよね。ここどうしようかなと思ったんだよ。ドリッパーにさ、コーヒーの粉を入れてお湯を注ぐじゃないですか。その時に30センチ上から注げって書いてあるんだよ。めっちゃ細くね、こうちょ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 ってすっごい高い、30センチだよ。30センチ、こんくらいかな、ここで15、30くらい、こんくらいだろ、ここからやれって書いてあるんだけど、えって思ったんだよ。え、粉跳ねない、めちゃめちゃにならない、このめちゃめちゃ高い位置から細く注いで、このなんだろう、コーヒーの泡できるじゃないですか。その泡と粉の境目をこう狙ってこう落としていけたんだよ。まあ、確かに技術がいるし難しいし、なんだろう、高等テクなんだろうなぁとは思うんだけど、いやそもそもさ、なんで高く注ぐのって話なんだよね。まあ、よく調べてみたら、高く注ぐことによって、こっからここまでの、まあ、間があることによって、お湯の温度がちょうど良くなると書いてあったんだよね。でもそれってさ、お湯の温度をそもそもちょうど良くしときゃいいんじゃないって思うんだよね。なんでここを通すことによってさ、まあ、空気含ませたいとかならまだわかるよ。含むのかどうか知らんけど、ここからやって、そんな手間いるって。だって、この日、こんなめちゃめちゃ暴れちゃうじゃん。だってね、細口でやる理由とかさ、いちいちこうあの形になってる理由とか近づけてやる理由ってさ、コーヒーの粉をこのあんまり刺激しないようにとかさ、跳ねさせないようにとかさ、こう優しく優しくやってあげる、お湯をこうこういうに触れさせてあげるってイメージだからだと思ってたんだよね、俺ね。そこへ来てこれだからさ、どうしようかなと思ってるんですよ今ね。他に動画とかで調べたんだよね、他の媒体とかでも。そしたらサイトによってはなんだろう、もうそこはやんなくて、普通にね近くから注いでる人もいたし、それでいいのかなーとも思ったりして、どうなのかな。いや別にね、そのドリップ自体を否定するわけじゃないんだけど、俺がやるってなったらちょっとそこ納得できないなと思ったんだよね。あ、こういうやり方もあるんですねっていう風な動画を作るのはちょっと俺心の中でいまいち納得がいかなくて、まあ納得、せめて納得できてから何かしらの形でやろうかなと思ったんですよね、っていう裏話。はい、皆さんどう思います？松屋式ドリップやったことある人いますかね。まあかなり特殊なドリップですよね。お湯注いでさ、蒸らすんだよね、蓋をして、まあ専用のもんがあってさ、面白いかなと思ったんですよ。だけど、いやそこをちょっとどうね落とし込んでいくべきかなと思って、動画にがっつりちゃんと松屋式をやるべきか。でもそうするとな、なんかやっぱり自分的にそこそこなんだろう、飲み込めたものをコーヒーチャンネルの中に置いておきたいんだよね。だからね、ちょっとそこをね、なかなか自分のライン的に結構グレーゾーンなんだよね。もしちょっとこのことに関してご意見とかもしあったらちょっと聞かせてください。まあ人によるとは思うんだけどね、確かに。でコメント欄でも多分まとまんないとは思うんだよ、それぞれの意見がね。だけど、まあ皆さんのね意見、いろんな意見聞くに越したことは絶対ないと思うので、聞かせていただきたいです。どうかな。いやだってさ、30センチだぜ、絶対跳ねるって、やったことだよそんなの。でもやるとなったら、まあでもこれになるのかな、さすがに。ちょっとこれでね、ずっと細口、まあやれないことはないと思うけど、まあこっちの方がやりやすいだろうから、
一応これでやることになるとは思うんだけどね。まあ、もしよかったら皆さん、感想やご意見聞かせてください。はい、というわけで今日のカズマックスの、サブチャンネルでございました。裏話でございました。まあ、なんだろう、シリーズになるかわかんないけどね、これ今日の裏話みたいな感じで。まあ、はい、というわけで、じゃあよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。じゃあね。